それでは続きまして、ご来賓の北区区長花川よそおた様よりご祝辞を賜りたいと存じます。花川様、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。皆さん、ようこそ北区へお越しくださいましてありがとうございます。祝辞を述べさせていただきます。この度、旧古川庭園の竣工100年記念、誠におめでとうございます。旧古川庭園は、皆様がご存知の通り、和と洋が調和する国指定の貴重な庭園であり、春と秋のバラはもとより、もみじや梅など四季折々の自然が楽しめる北区の観光スポットとなっております。本日はセレモニーを皮切りに、12月まで、先ほど司会の方からもお話ありましたが、飛鳥山3つの博物館や田畑文士村記念館をはじめとした近隣の文化施設などと連携をし、さまざまな記念事業が予定されています。今回の取り組みを通じて、このエリアの魅力がより多くの方に伝わることを期待しております。北区では、住めば北区東京を合言葉に、北区の魅力を区内外に積極的に発信し、誰もが生まれ育ち住んでよかったと思えるふるさと北区の実現を目指しております。今後も美しい自然に彩られた旧古川庭園を区民とともに大切に守り、誇りとしながら魅力がある街づくりを進めてまいりたいと思います。娘に広域財団法人東京都公園協会のますますのご発展と、本日ご参会の皆々様のご活躍、ご健勝を心からご記念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。平成30年4月7日東京都市役所花川です。おめでとうございました。花川様、誠にありがとうございました。次に、公益財団法人渋沢栄一記念財団渋沢資料館館長井上淳様にご祝辞を賜りたいと存じます。井上様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました渋沢栄一記念財団渋沢資料館の井上でございます。本日は旧古川庭園100年を迎えられた、心よりお喜び申し上げたいと思います。また、このような晴れやかなお席に、お招きいただきましたことを大変光栄に存じております。改めてお礼申し上げたいと存じます。少し、話を変えさせていただきますけれども、この庭園の名前に関せられています古川、そして私どもの渋沢、この日本の近代化をリードした、実業面で大きくリードしたリーダーのというふうに、皆さんご案内の通りでございますが、日本のため、世の中全体のために目を向けていたこの二人でありますけれども、その古川の祖、古川一名とのつながりは、渋沢は明治3年からということで、長いお付き合いをさせていただいております。最初の近代化された銀行を設立するその窮地に立った時にも、古川の援助によって、そのピッチを出したというようなところからの深いつながり、そして、その虎之助様のご成婚の際にはですね、売借人を務め、渋沢栄一が売借人を務めるというようなこともありまして、家族ともどものこの付き合いを深めていったようなところがあります。その虎之助様、この明治6年にここにお住まいになられて、10年ばかりお住まいになられたということ、そして渋沢も明治の34年から本邸として飛鳥山の方に住まいしておりました。
この2人、先ほども申し上げました通り、広く世界、世の中全体を見渡す人物ではありましたが、住まいするこの地域にもしっかりした眼差しを定めておったようなところがあります。世の中、いい時ばかりではありません。例えば、1923年、関東大震災に見舞われた時、この地域の方々のために、古川県においては、この庭園をですね、提供して、被災された2000名の方を収容されたという話を聞いております。また庭園には様々な仮設の住宅を設けたというようなことで、まさに公共的なその奉仕の精神を持って地域に貢献したというようなことがありました。渋沢も渋沢で飛鳥山の屋敷を食料供給本部としまして、出身地埼玉から白米ほか、食料品を多く取り寄せ、また毛布なども何百枚というふうに、取り寄せた中で、地域住民のために貢献したというようなことがございます。また文化面におきましても、この古川庭園から飛鳥山に向かう途中に一律館というのがございます。自然を早く通さなければいけない、そういう運動にも尽力しました。将来に向けての発展を願うその思いと、またその時に道路の拡張から近世から残されています歴史的な遺構を撤去しなければいけないといった時にはですね、その受け継がれた文化をしっかり残さなければいけないということで、当時の滝野川町長をはじめ、渋沢古川両名がですね、尽力しまして、それを残すというようなことで現在もしっかり受け継がれているようなところがあります。その横の七社神社に至りましては、その社務所そして鳥居の創建にも支援したというようなことで、地域の文化にもしっかりこう目を向けていたようなところがございます。その2人の思い、強い精神をですね、私どももしっかり受け継いで、この街づくりにも貢献できていければなというふうにも思っております。この目の前の本郷通り、よく文化ストリートというふうに称せられることがあります。この古川庭園、また先には陸源などもありまして、陸源そして古川庭園、私どもの飛鳥山公園の方にあります三つの博物館につながるストリートとして文化ストリートというふうに称せられてはおりますけれども、まだまだその文化施設が点在する、それをつなぐストリートとしてしか存在していないような気がいたします。本日この旧古川庭園が100周年を迎えて、数ヶ月かけてですね、記念事業を展開される中で、連携を図りまして、我々の意思がしっかり、つながった、共同の連携の事業が展開できるような、そのつながりある太いパイプとしてのストリートとして今後目指していければなというふうに思っております。それはただ単にこの目の前の通りだけではなく、近隣の周辺のですね、様々な地域の文化施設とも連携を図りまして、ネットワーク、網の目のようなネットワークを図りましての、この施策のみならず